明智城を義辰に焼き払われ、城と親族をもろともに失った光秀は自らの無力さに慟哭した。もう二度と大切なものを失わないために、光秀は力を磨くため利光を伴って流浪の旅に出る。行く先々で戦の助太刀に明け暮れ、力を磨く日々。当てどない旅の末に光秀と利光は越前にたどり着いた。光秀編第2章、武道越前防衛戦。お待ちくだされ殿、どうか休息をお取りいただきたい。昨今の無謀、到底看過できるものではござらぬ。どうか本意をいたわられよ。いや、今は休む間が惜しい。悪いが、もう少し進ませてくれないか。ここ越前で俺は何もなしていない。一刻も早く強くならねばというのに。力を求める殿の心中、さしてあまりありまする。がなればこそ休息を軽んじることなく。この喧騒は略奪であろうか。越前も礼に漏れず、乱れし輩がはびこって行くぞ利光。不定の輩は俺が残らず切り伏せる。な、殿お待ちくだされ。はあ、言って聞く殿ではあるまいな。ご助力くださった流浪の武士とはあなた方ですか。活躍ぶり民より聞きました。心より感謝します。ん、貴殿は。申し遅れました。私は朝倉義景、ここ越前国の守護を務めています。これはご無礼を。俺は明智十兵衛光秀と申します。して義景様、越前に一体何が。越前は今若さの阿波屋勢との戦のただ中にあります。今まで民を守りながら何とかしのいできましたが、これも何かの縁。どうかお力添え願えませんか。私が居城を守る間、民をお守りいただきたいのです。わかりました。我が刃、どうか当てにしてください。感謝いたします。共に安寧を守りましょう。では私は居城に向かいます。どうかご武運を。はあ、また安請け合いを。殿の頭に時勢の二文字はあらぬのであろうな。今度こそ俺の手で守り抜かねば。あのような悲劇は二度とごめんだ。使命を果たす。越前の安寧、必ずや守ってみせましょう。みんな、おのが務めを果たしてください。今度こそ守り抜いてみせる。まずは眼前の民兵に助立ちしよう。俺らの土地は奪わせねえぞ。やれるもんならやってみやがれ。敵は多勢、この戦を収めるには総大将たる義景様との連携は不可欠か。
お助けくださりありがとうございます。見せてやる。救援なったか。殿、先を急がれよ。朝倉め、増援を手配しよったか。これは防げまい。砦に火を放て。民の控える砦に火を。急ぎ救わねば。敵は多勢ゆえ、夢夢ご油断めされるな。と、ああ、分かっている。流浪の旅で磨いた力、今こそ発揮する時だ。開門。砦だ、急ぎ突入を。なぜだ、なぜ動かない。殿、何を吠けて。密集し頂戴。殿、助太刀かたじけない。あなた、俺は浅井長政、吉影様の盟友だ。もう動けるよな。なら行くぞ。ありがてえ。無事救えたようだ。では直ちに城へ向かおう。若さの脅威は覗かねばならぬ。覚悟せよ吉影。あなたの覚悟はどれほどのものであろうと、越前を脅かすことは許しません。開門。吉影様が危うい。我らも打って出れば。皆は城の防衛を全うなさい。ここは私一人で対処します。吉影様、急ぎ助太刀に向かわねば。俺はまだ強くなれる。者ども、いでよ。二方より朝倉を討ち取れ。囲まれてしまいましたか。これはいささか苦しいですね。殿の腕ならば当然ゆえ。来てくれたのですね、光秀。共にこの危機を乗り越えましょう。行くせる。俺はまだ強くなれる。みんな出番です。より一層守りを固めましょう。救援、心より感謝します。よく戦ってくれましたね、吉神様。ご無事で何よりです。まだ戦いは終わっていません。各地で戦う民の救援に向かってください。開門。あわや勢はしてやられましたか。ここから先は私に万事お任せくだされ。勝利条件変更。敵の増援、こ
これほどとは。義景様や越前を守り抜けるだろうか。増援に動じることはありません。私は出ます。影武、城は任せましたよ。行くせる。この一条谷城すべてで命に変えて守り抜きます。敗北条件変更。そうだ、弱気になってどうする。義景様の思いに俺も力の限り応えねば。くそ、どうにもなんねえのか。行くせる。タミが危ない。待っていろ、今向かう。これでまた義景様のため戦えら。行きなさい、盾兵よ。義景の足を止め、この地で仕留めるのです。決して倒れはしません。すべては越前の安寧のため。ほら、このまま死んじまうのかな。俺の出番か。気のせいだろうか。城の南方より不穏な気配を感じるような。まだ死なずに済みそうだ。これが俺のやり方だ。悔しいが、ここまでか。お見事にございますが、叶う相手ではなかったか。このままじゃまずいな。突出とは青いの。俺に任せろ。行くせる。目の全てで。増援を指揮する将を倒し、義景様も越前も守り抜く。先を急がねば。兄上の元へは行かせぬぞ。義景が城を離れた今が好機。皆一斉に攻め立てるのです。応援の将を切り伏せ、この戦を終わらせる。いざ参る。開門。やってやるぜ。想定はしておりましたが、一条谷城のなんと堅牢なことか。殿の腕ならば当然ゆえ。俺に任せろ。城への侵入はなった。いざ、我らの手で落とさん。俺の出番か。奴ら、義景様のいねえ間に。さっさと戻って城を守らねえと。邪魔だては許しません。義景は散り、城は阿波屋勢の手に落ちる。これが定めです。そうはさせない。義景様も城も俺が守り抜く。
そなたの活躍耳にしております。何でも民兵を数多く救ってみせたとか。敵ながらなんと高潔なもののふぶりか。我が理想の世にふさわしき御人ですな。民は越前の宝、よくぞ守り抜きました。ありがとうございます。身に余る光栄です。俺はただ義景様の民を思う真心に応えたに過ぎません。これが俺のやり方だ。聞かせていただこう。俺に任せて。の全てで敵は残らず退きましたね。越前は救われました。皆の働きに感謝します。また頼ってください。義景様、俺たち浅井はいつでも駆けつけます。義景様の強さはただ武力のみによらない。守り抜く力、この方の下でなら。俺はまだ炎に囚われて。二人ともここにいたのですね。改めて礼を言います。こたびの戦、ひとえにあなた方の強さあっての。違います。俺は弱い。あの時からずっと開墾の念に蝕まれ、斧が刃を震えないとは。光秀、あなたにとっての強さとは何ですか。ただ闇雲に数多の敵を倒すことでしょうか。己が弱さを認めた上で常に己を信じ歩み続ける。私はその信念こそが強さだと思います。光秀、開墾と向き合えるあなたは十分に強い。あとはあなたが何を目指し歩むかが肝要です。俺はもう二度とあのような悲劇を繰り返したくない。だからこそ誰も傷つかせない守る強さが欲しい。義景様、あなたの安寧を守り抜かんとする信念は今の俺が目指したい守るための強さそのもの。どうか越前にとどまることをお許しください。あなたから多くを学びたいのです。ええ、喜んで。